始まりました。たま探検隊、キャスターの後藤です。2月といえば受験シーズン。そこで今回は学問の神様で有名な国立市にある野母天満宮からお送りします。さて今回のたま探検隊は心温まる VTR 2本立て、夢と黒八丈物語です。五日市の伝統産業黒八丈、それを作っている職人さんは一体どんな方なのでしょうか。早速ご覧ください。東京都あきる野市五日市郷土館に展示されている黒い羽織物。秋川のほとりに一度は廃れてしまったこの伝統をたった一人で復活させた職人さんがいます。JR 武蔵益子駅から徒歩15分のところにある糸工房森。ここでは絹糸で手術用の縫合糸などを作るとともに、ここ五日市地方の伝統産業である黒八丈が作られています。黒八丈は江戸時代中期から明治大正にかけて秋川流域において盛んに作られていた泥染めの絹織物です。主に着物の帯や半襟として利用され、その艶やかな黒の製品はこの地の名をとって五日市とも呼ばれ、全国的に有名でした。しかし化学染料の普及などにより昭和20年代には黒八丈は一度この世から姿を消します。その黒八丈を現代に復活させたのが糸工房森3代目のご主人、森博さんです。ある時、まあ、たまたま五日市商誌を見てて、その中に黒八丈という項目があったんですね。で、私もその頃3代目の絹織屋で地好きの人間なんですけども、それを見るまでは黒八丈という言葉も知らなかったと。なんとか復活させたいなと、まあそう思いました。黒八丈の作業を実際に見せてもらいました。まず近くの山で採れた染料となるヤシャブシの木のヤシャ玉を煎じます。ヤシャ玉の中に入っているタンニンを抽出しているという。次にその煎じた液の中に絹糸をつけておきます。次は泥染めの作業です。絹糸を鉄分の豊富な秋川の泥に浸します。何回か糸を返しながら冬場で1時間ぐらいこうやって漬け込みます。こうしてヤシャブシのタンニンと泥に含まれる鉄分が反応し、糸を黒く染めます。次は洗いの作業です。糸についた泥を秋川の流れで洗います。するように洗います。で、昔の秋川の冬の名物としては、この泥の流れがスーッと川に幾筋も流れてたと、これが秋川の真冬の風物詩だったという話も残っています。最後に糸を干し、黒八丈の一連の作業が終わります。この作業をなんと20回以上も繰り返すことによって糸は次第に黒く染まっていきます。こうして出来上がった糸は機織職人のもとに送られ、黒八丈の製品が完成します。森さんの黒八丈を長年愛用している方にその魅力について伺いました。本当に絵の具なんかでは出せない素晴らしい温かみのある
素敵な色をこう折り重ねていくということがこの五日市の黒八丈の魅力だと思いますね。現代によみがえった黒八丈、しかし製法などの具体的な記録はほとんど残っておらず、復活までの道のりは決して平坦なものではありませんでした。ヤシャブシをどのくらい量使うとか、それから泥をどの程度使うものなのか、そういうあの資料も全く残ってませんので、あの非常にあの当初は苦労しました。糸が少しずつこう濃くなっていく、まあ、黒に近づくっていうことが分かった時はやっぱり本当に嬉しかったですよ。工房で共に働くお父さんの太一さんは黒八丈と息子さんについてどう思っているのでしょうか。で、黒八丈っていうのは昔この地方にあったことなので、でそれが一時的に耐えてたから、それを再興したっていうのかな、そういうのもそれでいいと思う。完成までに長い時間と労力が必要な黒八丈、それでも森さんが黒八丈にこだわるのはなぜなのでしょうか。ある程度責任感みたいなのもありますよ。せっかくここまで来てますんでね、なんとかこう細々でもいいから続けていって時代に残していくと、で私が続けていけばこの地域での定着したものになっていくだろうと思いますから、やっぱそのために頑張るのかなと思いますね。森さんにとって黒八丈とは何なのでしょうか。簡単に言えば生きがいみたいなもんですよね。これがまあなくなれば随分、まあ、気分も楽にはなるかもしれないけど、でもそれよりは黒八をやってた方が楽しい人生かなと思いますね。時代の流れの中で一度は失われてしまった地域の伝統文化、郷土を思う一人の職人の手によって今日もここ五日市の文化が守られています。いかがでしたか。こちらが黒八丈の巾着袋です。この温かみのある色は職人さんの思いによって守られているんですね。さて続いては浅川の河川敷で聞いた夢です。どうぞご覧ください。私の夢は自転車に乗りたいです。私の夢は、50年住んでるんですけど、ここの浅川のこの自然の景色を、50年後にまで残していきたいと思います。さっきもあのそこのところにカワセミが飛んでましたけど、そういうのがその自然に見れるように皆さんも協力してあげてください。私の夢は普通のみんなと同じような生活がしたいことです。10年ぐらい病気と闘ってきてやっと治ったんで、健康に元気にみんなについていけるような生活が夢です。僕の夢はおじいちゃんの勤めている会社に入ることです。理由はおじいちゃんは理科の実験みたいなことをやっていて、それがかっこいいから入りたいなと思いました。いかがでしたか。素敵な夢がたくさん詰まっていましたね。こちらにはたくさんの絵馬がかかっています。私も書いてみました。皆さんの夢が叶いますように。さて番組もそろそろお別れの時間です。次回の多摩探検隊もお楽しみに。バイバーイ。